空手を、こっちが正解だった気がするな。こっちなんかあったかな。おーい、こんなところにいたの。忍者っていろんな術が使えるんだぞ。忍者ごっこですよね。マジの忍者って使えるんかな。てっぺい。ギュン。ポケモンの世界だとわりかしありそうだからな。ガチの忍術。侮りがたい。わあ、間違えてグローパンしちゃったよ、もうこれ。絶対耐えられるやん。ベナムシャーク。ゴーカザルが猛火の圏内に入ったっぽいぞ。3分の1だったかな ?4 分の1だったかな。向こう奥レベルアップ。オッケー。むむむ、通用しなかったか。こっちはどうかな。いわくだき、なるほどね。ん?シャドーボール。ほんといいもん持ってるな。オッケー、では順路に戻ろう。空手を。このムキムキ筋肉は伊達じゃねえ。まあ、空手王だからな。空手の、やる上で、その培われた筋肉なんだろうね。どう?空手王と剛力で微妙にポーズ違うのちょっと面白いな。さあ、火炎車。猛火が発動していれば強いはずだが。お、いいね。これは発動してるっぽいね。ででででん。タテトプスももうぼちぼちかな。30だったよな、確か。40ではなかったはず。一進化ポケモンってどのタイミングで進化するか微妙にわかりづらいから。自信はないが。うぃマジか、忍者ごっこ全然わからんかった。いたんか。思いがけないところから現れる。本当に思いがけなかったよ。さあ、何を守っていたんだい?煙玉。忍者が隠しそうなアイテムだな。戦闘のポケモンというか、場に出たポケモンが持っていると、野生のポケモンから必ず逃げられる。ですね。トリポケモンの魅力、私が教えてあげる。そう、この子は初かな?鳥使い。ミソラ。大空に羽ばたきそうな感じ。ほうほう。おお、出るんだったっけか。夜で草むら探せばいたかな?全然探してなかったけど、火炎車。火炎車大無双です。そうか、ルクシオは飛行タイプ受けとしてちょっと機能していたから、そこがなくなっちゃうのはちょっと寂しいな。原子の力があるけど、トリトドンにする?ずっとこうか?猿っていうのもあれか。それだったら、トリトドンに経験値を上げてもいいでしょう。さあ、原子の力、行きなさい。化石を掘り出しては、敵にぶつけて消費していくというこの贅沢な技。化石を掘り当ててぶつけるっていうその運の要素が非常に大きい要素と兼ね合いであれなのかもしれない。能力値が 10% の確率が上がるのかもしれない。これは驚いたわ。なかなか特徴的な髪型だけど完全再現なんだね。お、これはベテラントレーナーだったかな。やってやりますか。今度のことにやられるわしではないよ。実際ベテラントレーナーは、モブの中でも結構、頭一つ抜けている強さなんじゃなかったっけ?ウィゼルか。ウィゼルだったらそうでもないのかもしれないけど。
ただ油断してはいけない。ここアクアジェット使ってくる可能性もなくはない。やっぱり相性のいいマスピッパで交代しよう。アクアジェットは確かこのダイパから登場の技で、ブイゼルが使っているのを見て、お、専用技かみたいなことを言われてたんだよな、確か。今ではな、なんか水タイプの物理アタッカーは大体覚えてるみたいなイメージだけど。鶴の餅。尻尾を振る鳴き声。これは痛いね。でも、耐えるんか。マジか、ブイゼル。やるな、こいつ。技を惜しげもなく全部見せてくれると思ったら、さすがベテランじゃねえか。じゃーん。さすがに2連続で水タイプは出てこないでしょうから。別のポケモンに頑張ってもらわないとな、これ。キリンリキ。キリンリキか。エスパー怖いけど、スコルピー叩き落とすもありかな。やってみるか。レベル差は、そんなやばくないだろうしな。これでキリンリキが30レベル、レベル35ですとか言ったらな、突然の最強光線で、全身をズタボロにされる可能性もなくはなかったけど、まあそんなことはないね。これ、叩き落とす。あ、虫食いでよかったか。虫食い覚えてるよな。覚えてるー。なぜ悪タイプの方で行ったんだ。スコルピさん、完全に自分が悪タイプだと勘違いしていたな。スコルピガーじゃなくて俺ガーなんだけど。レベル30。お、ミサイル針いいじゃない。結構好きなんだよな。なんか使いどころはないけど。威力25で命中95。2回から5回の間連続で出す。最低が50で最高が225か。なんかそう考えると結構ロマあるな。最低の2発でも虫食いと威力が10しか下がらない、変わらないから。意外とミサイルは有効なんじゃないか。でででで。さあ、ラスト。ゴーリキー。ここは、無垢フォークで頑張ってもらおう。さすがはベテラントレーナー。いろんなタイプを使ってくるよな。お!いいね。レベルの差もあるけど。ゴーリキーワンパンできるようになったか。ムクバードの頃からだいぶ強くなったね。タテトプスのイバルは今回スルーで。ありがとう、天魔さん。若さのパワーに面食らうばかりだな。まだ進化来ないね。で、このベテラントレーナーさんがこのカンナリタウンのその最後の関門だったんだよね。なんかこれは印象深いからね、結構覚えていたりするよ。オッケー。それではカンナリタウン、ようやく、霧払いの技増しも手に入れて到着したんで、霧がいいし、今回はここまでにしておきましょう。それでは、シェーニングパワーで続きやってみましょう。ようやくカンナリタウンに着いたところからですね。お、もう会えるんだったっけ?いずれの前に宇宙人みたいなのがおる。宇宙人って。あそこには何もないのに、それに腹を立てて、爆弾を使うと言っておる。困ったのだ。罰が分かければ、ボリモンと一緒に、ギラギラにしてやるのに。とんでもないな。爆弾を使ってやるって、自爆覚悟かよって感じ。こいつはな、宇宙人のような頭。こんなしみったれた街、何もないなら、銀河爆弾で吹き飛ばす。邪魔をするというなら、ポケモン勝負で黙らせるぜ。さあどうする?邪魔をするのか?邪魔をするぜ。銀河団の邪魔をするとは世界に、いや、宇宙に逆らう奴だな。宇宙を相手にしている、大きな集団だと言っている割にはなんか、やろうとしていることが小さいんだよな。宇宙のように広い器を持てよ。しかし、リンガ団って虫タイプが多いな。こうやって見ると。こんなに虫タイプばっかりだったっけっていう気がする。いくよ。ドーン。やったね。そろそろゴーカザラもレベル40に届くかなという感じですよね。
レベル40になったら一旦ゴーカズラ外して別のポケモンを育てるっていうのもありかな。グレッグルさんは、あー相性いいやつがいねえ。エスパータイプとか育てたくなってくるな。カイングルまで。よーし。特性乾燥肌だったら、炎タイプの威力は確か大きくなっていたはず。邪魔をされてしまった。ちょっと下っ端の育成が行き届いてないですよね、ポケモンの悪の組織って。もうちょっと頑張れよという感じがする。うー、仕方ない。こんな何もないところ、どうでもいいから帰ってやるぜ。あるいはポケモン勝負をするときに、見た目の年齢に合わせて、その、こいつは子供だからこのポケモンで相手をしてやりなきゃいけないみたいな、暗黙の了解があったりするのかな。おお、助かったよ。それにしても強いトレーナーだ。このかなり多分のちょろとして俺を言うよ。おや、そのお守りはちょいと見せてくれるかい？何、孫のシルナに届けるよう頼まれたのかわいい。古代の守り。このおばあちゃんが、シオンさんのおばあ様だったらしいと。これは昔もかわし、かなりで作られたお守り。うんうん。神様に刺されていたもので今でも時々見つかるのじゃよ。時々見つかるっていうことは、発掘品とかなのか。せっかくかなりに来たんだ。この遺跡の中を見ていかんかね。一応銀河団も中は見たんだろうな。で、何もねえからって言って怒っていたと。確かにこれは何もないな。一応なんか書いてあるけど。これがあれか、ユーマか。今は大昔のヘリオを見つめた。よくわからない模様が壁一面に描かれている。右のやつだけすごいアグノム感あるけどな。三角形に並んだ三つの何か。そして中央に光るもの。何のことだろう。左がエムレッ、左がエムリットだから上がユクシーかな。そこには神がいた。それらは強大な力を持っていた。その三、力と対になるように三匹のポケモンがいた。そうすることで、カナエのごとく均衡を保っていた。クソ、こういう時に、カナエが何なのかよくわかんねえ。調べないとな。カナリに伝わる信用地方の昔話さ。そうじゃ、いいものを見つけたんだよ。これ持っておいて。もともとは孫のものだけど使ってないからいいじゃろって。このまま新旧15。なんぞ。波乗り。水の上を移動できるようになります。そのモノマシンの中身は波乗りじゃ。大きな波を操って自分以外の周囲を巻き込んで攻撃するぞ。あれ、4世代の頃ってもう全員攻撃になってたんだったかな。3世代の頃あたりまでは相手だけっていうのがあったよね。あとなんか孫が言うてたな、なんだったっけ。そうだそうだ、ポケッチから波乗りを使えば、海や川の上を進めるんじゃが。これがメリッサを相手しないといけないんだったっけ。おお、よそがのジムバッジがいるんじゃった。ということは海域遠いな。海域ってこんな後だったっけ。でもそっか、ジムバッジ的には釣りで、釣りで、あれもう釣りで6つ目ぐらいじゃないのか。だいぶ来てると思うんだけどな。あれ何番目だったっけ。ヒョウタ、ナタネ、あれ ?3 番目が ?3 番目がスモモで、4番目があれなんだったっけ。ああ、そっか、これで4つ目か。バッチ来たねー。磨いてあげないとな。なるほど。なんかいる。この人ね、意味深な人のように見えて、ちゃんと銀河団の G マークがついてんだよね。どうもくだらない争いがあったようだ。もっと世界を見渡して大きなレベルで物事を見るべきだ。そうだね。その通りだと思います。そう、宇宙のような大きさで。もっと部下の教育を徹底してくれ。私の名前はアカリ。くだらない争いをなくし、理想の世界を作るための力を探している。しれっと怖いこと言ってんのよ。だがここにはなさそうだ。君は天眼山であったね。何か伝説にまつわる力を見つけたら教えてほしい。それが新しい世界を生み出すのに必要だからね。このところどころにね、怖い文言を混ぜてくるっていうのがうまいよな。お前知ってるかよ。この信用地方ってポケモンが作り出したらしいぜ。すごいな。ポケモン信仰の延長線なのか。ちゃんとそういう語り草があるのかどうか。フレンドリーショップの代わりにこの家で道具を買ったり売ったりできるわよ。できるわよ。なるほど。ここって違うか。漢方屋さんがどっかあるんだよな。ちょっとそれだけ見たいんだけど。どっから来たんだい。双子とも、じゃあ新宿の近くか。あの湖にいる感情の神エムリットが君のことを見守ってるだろうな。
感情の神に見守られてる割には感情ない感じしてるよな。まあでもポケモンバトルするときは生き生きしてるか。私のお姉ちゃん神話地方の神話を研究してるの。ポケモンと人は神話が作られた時代からどんな風に付き合ってたのか、今と同じなのかそれとも違うのか、それがテーマなんだって。もしかしてそれがあれかい、ポケモンレジェンズアルセウスに繋がっていたりするのかな。よその順番地を手に入れると波乗りの技で、そんなところにって場所にも行けるぞ。リアクションの激しい教え方をしてくれる。波乗りの話をしてくれるってことは、ここがさっきのおばあちゃん家で、お姉ちゃんということは、あれはシロナの妹っていうことでいいのかな。あんまり似てない兄弟だな。神話の中心にそびえる天眼山、行ってみれば一番空に近い場所か。もし天眼山に登れば神話地方全部見えるかな。どうだろうな。天眼山の山頂が何メートルかによって、その地球の半径と、あれこれを計算して割り出すことはできるのかもしれないが。こちらは211番道路で、こっちからヨスガに帰れるんだったっけ。でもヨスガに帰るんだったらもう直接こっち行った方が早いよな。まあ、ちょっとこの辺を見ていって、あれこれとした方がいいような気はするけど。この辺になんかいないかな。お、リーシャン。こんなとこにいるのか。てか 3D で動くリーシャン、ほとんど見たことないというか、初めて見たかもしんない。こんな感じなんだな。かわいいな。リーシャンねー。格闘半減だから、ダメージを程よくならないかな。てか逆に、攻撃でこっちがピンチになりそうで怖いけど。おお、ちょうどいい。急所にやってた。頑張ってるじゃない。あとは攻撃を耐えてくれたら、バッチリなんだけどな。仲間作り。リーシャン浮遊だったっけ？浮遊になっちゃった。リーシャンはこう見えてエスパータイプなんだよね。よく考えたら、あれ、あの見た目でエスパータイプって非常にわかりづらいな。一旦無候補に交代して、ちょっと体力はピンチだな。一旦回復しに行かないと。ブコブコ飛んでる位置高くない？こんなんだったっけ？ちょっとリーシャンが低い位置なのか。電力。ガー。かわいいな。なんかゆるキャラにいそうな見た目してんな。スーパーボール。でも普通ゆるキャラは浮いてないか。ポケモンならではだね。リーシャンは進化するとチリーンっていうポケットモンスター、ルビーサファーに登場してきたポケモンになるんですよね。やったー、リーシャンを捕まえたぞ。リーシャン。デルデルデルデン。跳ねるたびにリリンと音を出す。高い周波数の鳴き声で相手の耳を強弱する。怖え。とんでもないこと言ってんな。エスパータイプいいなとは言っていたけれど。清めの札。へえ、面白いもん持ってんじゃねえか。一旦預かってと。進化してチリーンだからな。3世代のポケモンだったら、そこまでかなという気もしちゃう。ゴリヒー。この草むらにはあんまりいないのかもしれない。そうだな、次、ロスガジムのメリッサで、行き先もわかってるし、ちょっと別のことしたいかな。久しぶりに、行くか。探検セット。地下、ローカル？入りましょ。こんなにいろいろ設定するんだったっけ？なんかちょっとびっくりしていい。最初はチュートリアルだったからこういうのなかったんかな。よいしょと。それでは行っていきましょう。ローカル通信というか、完全個人でやったりはできないのかな。ちょっと地下大洞窟あたりを探索して、新たなポケモンがいないのかを探していきたいところだよ。戦闘ちょっと回復するの忘れたから、一旦トリトンに変えておいてと。広そうだけど？精鋭の大洞窟。あ、さよなーん。あ、ぶつかっちゃっちゃー。逃げるとエンカウントは消えるのね。なんかこのマークが非常に気になるけど、なんかあんのかな？あ、ボール落ちてる。金の玉。なんか高く売れるものがいっぱい落ちてたりするかな。てか、ポケモンがいねえ。
なんで？アサナしかいなかった。え、ここアサナの部屋だったの？めっちゃ広いとこ住んでんな、あいつ。おー！ヘルガー！ちょっとヘルガー捕まえたいなぁ。竜の波動ありがとう。戦闘トリトドンだし、ちょうどいいかな？ヘルガーさん。事前情報では、なんか、突然出てきて、あれヘルガーって大根にいたっけ？という、あの感情をみんなに思い起こさせたヘルガーさんじゃないですか。いたんだったかな、本当に。覚えてねえんだよな、昔のダイパーにヘルカーがいたかどうか。わー、逃げられた。袋叩き。一匹だけではダメだというわけだな。てか、レベル35。たっけえな。即戦力じゃん。これ、泥かけでちょっと削っていこうか。恨み。いろいろ技を見せてくれるじゃない。貴重な悪タイプ枠っていう意味でも。ぜひとも手持ちに入れたいね。ゴーカズルが一旦レベル40になったら、パーティーの枠をこのヘルガーに変えるっていうのもありかもしれないし。てか次のメリッサが、先に行っちゃうとゴーストタイプのジムだから、ここでヘルガーゲットして、ヘルガー君に頑張ってもらうっていうのもありかもしれない。もう一発撃ちてえ気もするけど。いや、ここで我慢しよう。いけ、ハイパーボール。にゃん。そうだ、ポケモンのモンスターボールって、ハイパーボールが一番それに近しいんだけど、黒と白のツートンってあんまりないんだな。恨まないでよー。トリトドンの泥かけが消えていく。泥かけを4削った。命中を下げられたのがよっぽど悔しかったらしいな。これヘルガーはな、白黒のモノトーンで捕まえたらなんか見栄えいいのになと思うんだけど。モノの牙で、しかしなかなかゲットできないな。レベルが高いからか。プレミアボールに入りたいんだね。分かったよ。さあ入ってごらん。ダメでした。つうかめっちゃ攻撃当たんな。泥かけを3回使ったはずなんだけど。自己再生一旦挟んどっか。このヘルガーめっちゃ技当てるな。命中3段階低下って割りかしほとんど当たらないはずなんだけどな。もう一発撃てるかなこれ。泥かけ撃ったら倒しちゃいそうな気もするし、急所に当たるかもしんないんだけど。原子の力では威力高いから倒しちゃうと思う。泥かけは、威力20のタイプ1、1.5 倍、30の2倍で60の威力だから、倒さずに済んでいるっていうだけだからな。もう何回か投げて、それでもゲットできなかったら、もう一回泥かけ使う。頼む、これで捕まってくれ。お、お、いいね。もう一発泥かけ来るのは嫌だって思ったんだろうな、ヘルガーも。ちょっとこっちで会話してるのが聞こえてきたのかもしれない。え、もう一発泥かけされるの？それ困るわ、みたいな。しょうがない、捕まっとくか。ヘルガーにもそういう葛藤があった可能性があるな。一旦手持ち加えちゃおっかな。もう動かざるとかいるのもありかな。よし、変えちゃおう。バック預かる。ゴーカザルを育て始めると、本当に他のポケモン育てなくてもなんとかなっちゃうから、やっぱね、せっかくだし、いろんなポケモン使って、育てていきながら、ゲームクリアを目指したいよ。お、キリンリキいるじゃない。キリンリキ。上から読んでも、下から読んでもキリンリキ。エルガーってなんか、ちょうどよく削ってくれそうな技覚えてるかな。袋叩きだったらちょうどいいかな。早速行ってもらおうか。悪タイプの、ウィジンだね。その前に回復もしてありよう。じゃあ、いい傷薬で使おう。なんて贅沢で、アットホームな、チームなんだ。キリンリギー、なんかちょっと声高くない？
なんかもっと、ぐるぬるみたいな感じだと思ってたんだけどな。暗いな、袋時だ。あ、しまった。野生のヘルガーと、うちのヘルガーでは環境が違うんだった。あー、ごめんなさい。みんなの力で袋叩きにしちゃった。威力20ぐらいの弱い技だと思っていたんだけど。6人で使ったら、それは袋叩き、これ当たるの痛いんだわな。すまねえ、記念力。ガチで袋叩きにしてぶっ倒してしまった。申し訳ねえ。そう、袋叩きって、相手に一発だけダメージを与える技じゃないんだよね。ん？ムチュールだ。ムチュールか。でもムチュールはね、ヘルガーの攻撃、両方抜群だから、多分耐えないと思う。よし、一人と飛んでいこう。ムチュールいるんか。ルージュラに進化する子ですね。乾燥肌と、だといいんだけど、てか乾燥肌はこっちじゃないか。この子は、潤いボディだけど、あー、どっちみち、隠れ特性だったかな、潤いボディって。レベル33。まあ、とりあえずクイックに投げてみようか。レベルが高い相手にな、クイックボールはあんまり、確実ではないんだろうけど。お！お！いったか！やったぜ！ありがとう、クイックボール。君はやはり強いな。トリトドン。マスキッパーもなんだかんだレベル30か。だいぶ追いついてきてんな。待って。ニックネームは相手つきない。なんか、一人だけ名前つけたらそれはそれでなんか、かわいそうだからな。なんか一人だけあだ名で呼ばれてるって、なんというか親しみというよりはいじめに近いというか。キリンリキ。では、キリンリキリベンジをして、だいたいこれ以上新しいポケモンはもういないかなと思うので、結構レベル高いな。水の波動で削ろう。キリンリキをゲットできたら、地下大洞窟終わって、で、ヨスガシティのジムもついでにやっちゃおっかな。もう一発使えるな。ダブルアタック。頭と尻尾でそれぞれ一回攻撃してんだな。なんか威力違いそうだけどな。頭の方が強いとか尻尾の方が強いとかありそう。さあ、泥かけで微調整もしようか。噛み砕く覚えてんの強いね。うわぁ、防御下がった。噛み砕くの防御低下って意外と低いんだよな。これで、ちょっと体力不安だけど、大丈夫かな。キリン力が一番このハイパーボールの色合いに似合ってるかもしんない。黄色と黒、白全部含まれてるしな。しかし、ハイパーボールこんなに失敗するんだったっけ？なんか全然捕まってくれない感じがする。もう、高かったんだぞ。1個1200もすんのに。いけ、1200円。わあ、無残にもう、はぜ散っていくんだけど。やめて、タイプ1は。あー、トリトドンが。おのれ。回復を挟んでおくべきだったか。逃げるわけにもいかし、逃げられるかどうかも怪しいしな。思念の頭突きを食らわないようにしよう。エルガーは相性の悪い相手だろう、キリンリキからすれば。ちょっと気分を転換して、一旦モンスターボールにするか。うん。なんでこんなに捕まりにくいんだ？レベルが37だから？痛い！痛いってば！この野郎！なかなかやってくれるじゃないか。ゲットができねえと、ほんとダメージが長引いてきついんだよな。お！おぉ！モンスターボールがお気に入りだったか。こういうのたまにあるんだよな。ハイパーボール連続で3回失敗したのに、モンスターボールだとすぐ捕まるみたいな。ゲイキリンリキ。首長ポケモン。眠っている間、尻尾の頭があたりを見張っている。尻尾は眠らなくても平気。尻尾は一体何者なんだろうな。ノーマルエスパータイプっていうのは、キリンリキの他には、あれだったっけ、ヤリユータンしかいないんだったかな？みたいな、だいぶ貴重なタイプの組み合わせですよね。